私の彼氏は双子です。私は、もちろん見分けることができますが、かなりよく似た双子だと思います。特に声は同じと言っていいかも。で、彼は弟で大学院生。双子の兄は、もう結婚をして独立しています。ある日、私の友達から電話があって、あんたの彼氏が、今、〇〇通りを、女と腕を組んで歩いてた。というのです。けど、当の彼は、私の隣にいたので、それ、彼の双子のお兄さんだよ。と笑い飛ばしましたが、その日は平日。彼兄は、土日が休みの会社勤めで、街にいるのもおかしな話。しかも、女と一緒で腕組んでるって。加えて、一緒に歩いていた女の容姿を聞くと、どう考えても、私の知ってる兄嫁じゃない。彼が、お兄さんの携帯に電話をしてみたけど出なかった。浮気してるのかな？一体誰なんだろうね。本当にお兄さんかな？と二人で話しつつ、彼の家に着いた。兄夫婦と彼は、同じマンションの違う階に住んでいて、とても仲が良く、私のことも可愛がってくれていたので、ちょっと、兄嫁の様子でも見に行ってみようか。という話になり、兄夫婦の部屋に向かいました。兄嫁は専業主婦なので、家にいることが多いはずなんですが、インターホンを鳴らしても出ない。買い物にでも行ったのかな？と話していると、彼が、なんか聞こえない？と、ドアに耳を当ててみると、部屋の中から、とうめき声が聞こえる。具合でも悪いのかも。とドアを叩いたり、お姉さん、と呼んだりしても、一向に、と聞こえてくるだけで、返事もなければドアも開かない。なんかやばいんじゃない？ということになり、合鍵を持ってくることにした。ちなみに、彼の両親の持ち物のマンションです。ドアを開けて中に入ると、ベッドルームのドアが開いていて、目隠しと猿ぐつわをされた上、両足と手を縛られて、ほぼ、全裸の女の人が、ベッドにうつ伏せに倒れていた。目隠しをされていたので、すぐにはわからなかったけど、兄嫁でした。意識はちゃんとあったので、ガウンをかけ、猿ぐつわと目隠しを取ると、彼の顔を見るなり、ひっ、と声にならない声を出した。見ないでよ。あなたがいけないのよ。あなたのせいでしょう。と泣き出した。どうやら、彼を兄と間違えたよう。私が、違いますよ、お姉さん。弟の方です。と言うと、彼の顔をよく見て、我に返ったのか。今度は、あの人には言わないで。お願いだから言わないで。とまた泣き出した。と同時に、クローゼットから、パンツ一枚の男が飛び出てきて、すいません、すいません。と、土下座に近い状態で平謝り、どういうことか話してくれたら、黙っててもいい。という条件で状況を聞き出した。やはり、彼兄は浮気をしており、兄嫁もそれを知っているが、辞めさせることができず、別れることもできないで苦しんでいたとか。嫁が浮気を知っていることを、彼兄も承知しており、それなのにわからないから、何をやっても大丈夫状態になってしまい、好き放題に女と遊んでるらしかった。兄嫁は、その苦痛から逃れるために、自分も浮気をすることでバランスを取ろうとして、クローゼット男と付き合うようになり、やってる真っ最中だったそうです。男も、インターホンが鳴ったので、ドアスコープを覗いたら、旦那がいたので、実際は弟だけど、帰ってきたんだと思い、慌ててクローゼットに隠れたと言っていました。彼は、自分の双子の兄がそんなことをしているのは許せない。俺が話をつける。と言ったんだけど、自分がチクったってバレたら後が怖いし、しばらく放っておいてほしい。いずれは決着をつける。と兄嫁が言うので、彼は納得いかないようでしたが、とりあえずは黙ってることにしました。それから2ヶ月くらい過ぎてから、彼から兄と兄嫁が離婚した。と聞きました。どうやら、
兄嫁が浮気してることが兄に知られてしまい、兄は自分も浮気してるくせに棚にあげて兄嫁を責め、双方の両親に二人とも浮気してる事実が表面化して離婚したそう。私は兄嫁が好きだったので、かわいそうだな、と思っていました。ある日、彼と二人で部屋にいると、兄嫁がやってきました。兄嫁は、なんだかやつれていて、疲れ切っているみたいでした。私が、お疲れみたいですけど、大丈夫ですか？と聞くと、大丈夫よ。あなたが、主人にバラしてくれたおかげで、このありさまだけどね。という、私は話してないです。と弁解しても、いいのよ、もう終わったことだから。あなたも黙っていられなかったのよね、あんなこと。私だって逆の立場だったら、黙っていられたかどうかわからないもの。と聞いてくれない。彼が援護に入り、彼女は何も喋ってないですよ。と言っても、そんなこと、なんであなたがわかるの？あなたの知らないところで、彼女が喋ったかもしれないじゃない。完全に私がチクったと思ってるんだ。弁解すればするほど嘘くさくなると思い、私が黙っていると。はあ。疲れたわ、ほんと。離婚って大変なのよね。私、今日はここに泊めてもらおうと思ってきたの。なんだって？いいでしょ？と当たり前のように言うので、彼が困って。いや、男の一人暮らしに、女の人を止めるわけにはいかないから。と言うと、だって、どうせ今日は、彼女、私も泊まるんでしょ。だったらいいじゃない。なんだか、ちょっと、言っちゃってるような目をしてて、危ない雰囲気だったからか。わかった、でも今日だけだから。と渋々彼が承諾してしまったので、私も泊まることに。本当は帰るつもりだった。兄嫁がお風呂に入っている間に、彼が、兄に電話をしても出ない。自分の両親に電話をして、兄嫁の実家の電話番号を聞こうとするも、両親、海外旅行中だった。どうしようもなくなったので、観念して、私と彼がベッドルームで、兄嫁は、ソファーで寝てもらうことにしました。私は、普段は眠りが深いんだけど、邪気。と音がして、なんとなく意識が戻った。ふと目を開けると、目の前にぼんやりと人影が、ヒーン！と、変な声を出してしまい、彼が目を覚まして、どうした？というのと同時に、電気をつけた。明るくなって目にしたものは、ハサミを持った兄嫁と、そこら中に散らばった髪の毛。彼が、お前、何やってるんだよ。と怒鳴る声で、はっとして髪を触ると、背中の真ん中くらいまであった髪の一部が、顎くらいまでバッサリ切られていた。彼が兄嫁につかみかかって、ハサミを取り上げ、大丈夫か？と私に駆け寄ってきました。私は、あまりの怖さでパニックになってしまい、ガタガタ震えて泣いていました。あんた、こんなことして、ただで済むと思ってるのか？と彼が言うと、しょうがないじゃない。少しは、この子にも、痛い目見てもらわないとね。髪の毛だけで済んでよかったと思いなさいよ。私なんか、この子のせいで何もかもなくしたんだから。あんなに可愛がってやってたのに、裏切り行為じゃないの。私チクってないって言ってるじゃん。警察呼ぼう。と、彼が、携帯を手にすると、別に警察なんか怖くないわよ。もうなくすものなんかないんだから。と、別段動じる様子もなかった。じゃあ、私帰るね。と兄嫁が出て行こうとしたので。彼が、てめえ、待てよ。ふざけんな。と止めようとしたけど、警察沙汰にしたら逆恨みされそうだし、私はとにかく怖かったし、ショックだったので。いいよ。もういいよ。やめよう。私、家に帰りたいよ。と号泣しました。でも、よく考えたら、そんな髪で家に帰るわけにもいかず。次の日、朝一番で美容院に行き、兄嫁のことは、
もう放置することにしたんです。彼は、その後、しばらく警察に行こうと言っていましたが、それから1年ちょっと過ぎましたが、兄嫁がどうしたかは知りません。私の前にも、一切姿を現してないので、とりあえずは、髪の毛だけで気が済んでくれたようです。今となっては、髪の毛だけで済んでよかったと思えるけど、その時はマジでガクブルでした。怖くて泣いたのなんか初めてだったよ。あのハサミを持って立っていた兄嫁の姿は、忘れることができなくて、今でもたまに夢に見ます。